今日は日は昨のの話の補足を少ししたいいと思います、えー、言葉が人が個々に持つ、えー、感情置かれた状況体験とかそういったものをつな、えー、ぐためにいかに重要かというのはこれまでのお話でも分かっていただけたと思うんですがまたあのこちら東日本大震災であった例を取り上げたいと思います。えー、伝わる と思うんですね、えー、それは何かというと、えー、被災したあの子どもたちが避難所で最初の頃はずっとゲームしたり、ま、動画見たりとかそういうことをしてたみたいなんですが、まある時から、あのー、避難所に送られる全国から寄せられた手紙を食えるように読んでいたという話を聞いたことがあります。ここれれでお分かりりの通り人が本当にこう心を揺さぶられててそしてこう まあまあまあ、満たされるものは何かといったときにやはり人と人がつながることであり、まあ、それが言葉によってなされるということが分かると思います、えー、私最近あのアーティストの米津賢治さんにはまってるんですがあの彼の音楽あの音楽も多分私は音楽詳しくないんですが素晴らしいと思うんですがとにかく詩が豊かですね。 驚きましたこんな若いのにこんな才能のある人がいるのかって絵,絵もうまいんですけれども驚いたんですが何よりあの彼の動画の下に寄せられたコメントが多くて若い人が、まあ、とにかく彼の言葉で救われたって言葉の方に注目しているあのコメントが多かったのに気づきました、えー、子どもたちがやはり言葉がわからないことはないしその重要性っていうのもこう素晴らしい言葉 素晴らしい感情であるとか体験であるとかそういったものを共有できる言葉に出会った時には絶対できると思っています、えー、今も、えー、新型コロナウイルスの影響で学校に満足に通えない授業を受けられない状況に子どもたちがあり私も胸を痛めています、えー、ただあのお子さん小さお子さん持つおあの 友人に聞いたんですがあの普段できなないいい読書をしてあのいるなんてるん話も聞いています、まあ、ちょっとこの辺は、まあ、子どもたちがどういうものに興味を示すかにもよるとは思うんですがぜひともあの何か読書できるようなきっかけがあのご家庭とかであるいは学校の方からの働きかけでできたらいいなと思います。やはりあの読書をして 疑問にに思っっててまたた次の本を手に取ってみたり私は何も物語で限らなくてはいいと思ってます小説とか物語に限らずあの、まあ、科学技術、社会あの科学あのそういったものでも実用書でももう全然構わないと思うんですがあのとにかく言葉に触れてどん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 ん次次ってつながってくれたらいいなと思ってます。まあ できればまあ国語の教員ですし、まあ、文学と思うところもあるんですが私もどちらかというと文学よりもあの社会科学とか歴史とかの方が好きだったので電気とかが好きだったのであのとにかく言葉によって何かをあの自分のできない何かを体験するとか感情に触れるとかそういった経験をこれを危機と思わずにチャンスと捉えてもらえたらいいなと思います。